京大2018年の問題を説明します。コインを1回投げて複数 Z1、Z2、Zn を次のように定めると、1回目に表が出れば Z1、これ裏が出れば Z1 は1とすると。で、2番以降また行きましょうか。これね、1というのと2分のマイナス1プラスルート3入るんですが、で、2分のこれはオメガとしたら、マイナス1、これは複素数、マイナスルート3入るか、これ2分のこれがオメガのバーだな。で、オメガかけるオメガバーというのは、4分の、1マイナス3入るようやから、これは1かな、1。ね。こんな関係があるんですね。で、今、n が1の時は、1回表が出れば、これと過ぎてることやから、オメガが上、裏が出れば、1、1ってことやな。2分の1、2分の1ってなります。で、n が、2以上の場合はね、2以上の場合は、これ ZK がこれこれで書いてるので、最初は1の場合は、これ ZK-1 が1の場合は、ZK はどうなるかというたら、1の場合は、これオメガやな。オメガになる場合と、ZK がオメガになる場合と、で、1のバーというのはこれ1やな。な、今日は1と。で、ZK マイナス1がオメガの場合は、これオメガな。オメガ、オメガ。これは、オメガの2乗というのは、オメガのバー。これなんですよね。で、オメガの給付。これからね、これは裏が出たら、これの、反対、オメガのバーな。で、オメガのバーの場合は、これ、オメガをかけるから、これは1と。で、また反対に、オメガのバーのバーというのはオメガな。こうなりますよね。で、これからね、式を作っていったらね、どうなるかというと、ZK が1と、で、オメガと、オメガバーになるな。で、AK、こっち AK、で、こっちを BK、で、まあ、CK とすると、AK、N が2以上の場合は、AK は2分の1、AK マイナス1、プラス2分の1、CK マイナス1。で、BK も2分の1、AK マイナス1、プラス2分の1、CK マイナス1。で、AK マイナス1と BK マイナス1。で、プラス CK マイナス1、全部大事なのが1だな。で、この式からね、この式から AK イコール BK となるので、これ一緒やもんな。この時一緒やから、これをね、AK、BK、これ代入します。ここに代入するな。K マイナス1にして代入するとね、2倍の AK マイナス1プラス CK マイナス1が1となります。この C をね、またこっちが、このこっちが代入するんだな。代入したらどうなるかというと、これはね、こっち上書くと、AK はね、2分の 1AK マイナス1プラス2分の1の1マイナス2倍の AK マイナス1。AK だけの式にするな。AK だけの式にして、で、整理していきます。これ整理していくとね、どうなるかというと、
マイナス2分の1の AK マイナス1か、プラス2分の1かな。これが、マイナス7、プラス2分の1。こんな式が得られるので、この AK がわかんな。これ、まあ、K と置いて整理していったら、マイナス3分の1。で、マイナス2分の1の AK マイナス1のマイナス3分の1。で、これは、どうなるかというと、最終的にね、A1 は6分の1。で、4がマイナス2分の1だな。マイナス2分の1なので、この式は最終的には A2 の3分の1プラス6分の1が6分の1のマイナス2分の1の A のマイナス1になると。N は2かける2というときは、こういうな、こういうマイナス2分の1で A1 は6分の1。A1 は、初項は0と置いたら、そこは6分の1。はい、終わります。